しい人生始めます。ラナチャンネル。はい、ラーメン社長のやつです。今日もご覧いただいてありがとうございます。テレビ放映されました BS テレビ東京のカンニング竹山のですねさんのですね、新しい人生始めますというようなあの番組をやってるんですけども、その番組に、出演させていただきました。何も僕が主人公主役っていうのではなくてですね、僕が以前ラーメン屋の立ち上げオープンをですねお手伝いしたご夫婦の、お話なんですね。そのご夫婦を取り上げたっていうところでの番組で、その中でそのラーメン屋を作ったそのきっかけだったり、それを作った人間ということで僕も取材していただいて、でちょっとですね、僕なんかちょっとなんだけど放映させていただいて、そのね麺屋小林っていう名前なんですけど、その小林さんの営業風景からですね、準備から営業風景から片付け、そしてねお家の方で奥さんがくつろいでるところとか、あとですねお休みの時のご夫婦の様子とかね、そういったものを結構ですね長くがっつりと撮ってくださって、いい番組だったなと思います。カンニング竹山の新しい人生始めます。渋谷から急行でおよそ30分、東急田園都市線青葉台、人気のラーメン店があります。麺屋小林、次々とお客さんがやってきます。お待たせしました。豚骨スープの濃厚力麺、たっぷりの野菜とホロホロの厚切りチャーシュー、中太の縮れ麺と自慢のスープは相性抜群です。おー、いいね。今回の新しい人生の先輩はこの店の女将、小林由美さん59歳。5年前まで IT 企業に勤め、ラーメン店で働いた経験も知識もなかったそう。で、今日はね、なんでこういうテレビとかが入ってくれるお店があるのか、もう全くそんなことの素通りで全くね来ない店があるのか、この違い何かなっていうところをお話したいなと思います。今回の麺屋小林さんもですね、何もそのお願いしたりとかね、何かお金を払って来てもらったんじゃなくて、勝手にテレビ局の方が探してそれで連絡をしてきて、で取材させてもらいたいんだけどっていう流れなんですね。で、これが何を見てきたかっていう言葉がとっても重要なんです。で、何を見てきたかっていうと、今回はですねその奥さんがやっているブログとツイッター、そして定期的に出しているチラシ、これを見てテレビ局としては面白いと、ぜひ、取材をねさせてくださいっていうことで来たんですね。で、これですね、僕がオープンのサポートさせてもらう時にはもう皆さんにお伝えしてるんですけども、日々の更新、SNS の更新と、あとはその定期的なチラシの配布、これがですね飲食店っていうのはもうバカにならないぐらいのそのパワーを生み出すんですね。飲食店は地域に根付いた商売なんで、その地域の方々に向けてその情報発信していけばいいんですね。それが一番いいのが、ブログだったりツイッターっていうことが拡散で、もう一つはその地域のもう狭くてもいいんだけども、そこに向けたチラシ、この2つをやり続けることで、いろんなところにその情報が発信していって、今回ねこの麺屋小林さんみたいにテレビ局の麺についてそれで取材まで来たと。で、我々飲食店は何をねその発信していけばいいかなっていうお話なんですけども、基本的にそのブログ、そしてツイッター、これっていうのは日々のその出来事です。これはね何でもいいです。そのお店に来たお客さんとのやり取りだったり、試作品を、こんなこと考えてますだったりですね、近所の光景だったり、あとはもうお休みの時こんなことやりました、行きました、そういったこと何でもいいです。ブログはね毎日大変かもしれないけども、ツイッターならね毎日何回もできると思いますんで、そういった形でその、ラーメン屋をね拡散していくっていう風な考え方が必要です。もう一つはチラシです。これチラシは基本的にはそのラーメンのが主役のチラシではないんですね。で、僕がいつも伝えているチラシというのは基本的にはストーリーテリングっていう手法を使います。で、これは何かっていうと、そのストーリーですね、その物語性のあるチラシなんですね。で、その物語性は何かっていうと、やはりそのラーメン屋の主役というのはラーメンじゃなくて、そこで作ってるそのご主人と奥さんなんですね、方が主役なんです。だったらそのご主人と奥さんのストーリーをですねチラシに載っけて、それを地域に配布してで読んでもらう、これが成功するストーリング
チラシというふうに伝えてます。じゃあ内容何書けばっていいのかっていうと、もうあのこれはですね、まあ、例えばその小林さんはですね、夫婦の馴れ初めなんて書いてもらったんですね。で何かっていうと、まあ昔ですね、そのまだ独身の時に、あの奥さんマンションアパートの上に奥さんが住んでいて、その1階にある店舗であのご主人が社員として働いていた。で、まあ、あのもう常連だったんで顔見知りだったんだけども、ただ奥さんがですね、ある時その具合悪そうに帰ってきたらしいんですね。でそれを見て、どうしたのって聞いたら、まあ、風邪ひいちゃったと、まあ、食欲ないから家で寝てるわみたいな話聞いたらしいんです。まあ、ご主人としてもね、まあ、とってもそれで気になっちゃって、あの、まあ、そのままほっとくこともできたのかもしれないけども、そこでご主人はあの一杯ですね、鍋焼きうどんをこしらえて、まあ、それをこう持ってったんですね、アパートまで。で持ってって、でこれ食べて、まあ、元気になれやということを言ってった。まあ、それがきっかけになって、あの一杯のそのうどん、鍋焼きうどんが愛のキューピッドになりましたみたいな、こんなね、このチラシなんですよ。まあ、それをね、あの1ページ目であの写真ついて、ご夫婦のねお話があってあると、まあ、そういったものっていうのはね、そのチラシとしては読むととても面白いです。であと僕がまああの作ってもらったのも、その時 の, そのうち の, その店長さん の, あのまあラーメンの思い出ということで、あの昔ね、その田舎で食べた息子の息子がちっちゃい頃にあの一緒に食べたその中華そばっていうものは忘れられないと、今でも息子と会うそういう話をしている。でその中華そばっていうものを再現したくてこのお店を作りましたっていうことを伝えたりですね、あとはまあその、まあ、別のチラシでは今まで人生つらかったことだったり、まあ、こういった人生を送ってきた、でもこんな人生がつらかったこともあったんだけども、今ねあのご縁があってこちらであのラーメン屋をねやることができたので、あの今は幸せですみたいな、まあ、そういったその人の物語ですね、人生だったりそういった物語、まあ、これをですね、あのそのチラシの方にも書くわけです、ずらずらずらと、まあ、そんなにうまい文章じゃなくてもいいし、いいんです。であの写真もあのもう携帯で撮った写真でもいいですから、まあ、そんな写真を載せる。でそれが表面です。で裏面にはそのこういったラーメンだったりね、こういったあの料理をねあの提供してますので、ぜひお越しくださいって言って、あのまあちっちゃくね、そのクーポン券なんかもつけてもいいかもしれませんけども、まあ、そんなチラシなんです。でちょっと余談だけども、あのチラシっていうのはもう今はね、あの新聞折り込みってなかなか難しいですね。あれはもう一緒になって捨てられちゃうんで、じゃなくてもポスティング、ちょっと一冊あの一枚の値段は高いかもしれないけど、ポスティングをやるんですね。でポスティングをやる、で大抵ね僕らもそうだけども、ポストに入っているそのチラシは、まあ、チラッと見て捨てますよね。まあ、いらないと、まあ、これなんで捨てるかなって考えてほしいんですね。まあ、それは2つの理由があるんですよ。まあ、1つは見て全然自分とは関係ないなっていうのは捨てます。まあ、例えば僕の家にあのなんか女性用のね、なんかメイクのものが来たところで僕には全然関係ないから捨てますよね。あとはもうつまらないからですね、読み物として面白くないから、まあ、読んだところでちっとも面白くないから、これも捨てる。ですんで、まあ、基本的に自分に関係ない、そして面白くない、まあ、これ当たり前に捨てますよね。でだったらそのチラシを自分にその人に関係あるものか、もしくは面白いものにすれば読んでくれるっていうことになります。で、まあ、何がねその人に関係あるかって、これちょっと分かりづらいですから、だったら面白い読み物にしようよっていうのが僕のこのストーリーテリングチラシの発想なんですね。ですのでそのご夫婦のね顔写真がボーンって載ってたり、まあ、そこにねずらずらずらっと馴れ初めが載ってたり、まあ、それはなんとなくまあすぐに読めるもんだし読みたいなと。でしかもその裏にあるラーメン屋の話だしね、まあ、だったらばちょっと読んでみて、で来週ねちょっと家族で行く時にちょっと行ってみようかって話もできますよね。でそれをまあ奥さんが持ってきて家に置いといて、ご主人が帰ってきて何このチラシって言って、いやこれねあそこの裏のラーメン屋のチラシでさちょっと読んでみてって言って、まあ、読んでみてへえ面白いねって、まあ、じゃあちょっとね今週末どっかね行く時のその帰りじゃあそっちのラーメン屋行ってみようよっていう、麺屋小林。
チャーシュー、中太の縮れ麺と自慢のスープは相性抜群です。おー、いいね。今回の新しい人生の先輩はこの店の女将、小林由美さん59歳。5年前まで IT 企業に勤め、ラーメン店で働いた経験も知識もなかったそう。汁まで飲んでもらうとやっぱり嬉しいですね。ラーメンを作るのはご主人の守さん62歳。失敗を乗り越え、ラーメン店で再起した夫婦の新しい充実人生。ご主人が仕込みを始めている店に着くなり、開店の準備。今日は最高気温何度だっけ？27度。微妙だな。お父さん、今日6つで。だって久しぶりに雨降らないじゃない。天候によって客席に出す水のピッチャーの本数を変えているんです。そうでしょ、私もそう思ってる。だけどまあ、ちゃんとしたラーメン作ってもらうには朝はしょうがないのかな。一人で卵むいてんの。いや、失敗したじゃねえ。仲のいいご夫婦、麺と野菜の大盛り無料、厚切りチャーシューと煮卵、ニンニクチップがのり、豚骨スープが中太縮れ麺によく絡みます。大盛りお待たせしました。男性客の8割が注文するという濃厚力麺。他にもラーメンの種類は豊富です。いつ来てもいろんな味が楽しめて、夏場限定のトマト冷やしつけ麺も好評。濃厚なトマトを鶏ガラスープと煮詰めた元イタリアンシェフらしい一杯。他にも多彩なラーメンが評判のお店ですが、そこにはご主人の強いこだわりが。さらに店の人気の理由がお客さんの身になったサービス。野菜はなしで、すごいこうわがままって言ってもらってましたけど、何パーセントっていうことを食べたいと思われて、それ80%。そうです。普通なら嫌がられそうなわがままな注文も受けてくれるのが常連さんに好評。
現在の場所を見つけました。50年続いた中華料理店が廃業することになったのです。建物が古くて賃料が安く、調理器具がそのまま使えるメリットも。引っ張ってますもんね奥さんが。そこまでなるっていうのはすごいです。
そうなんです。これが今回すごいとこなんですよね。かなり肝が据わってますよね。そうですよ。私がイタリアンやってるっていう。それってなかなか、なかなか言いたくないですか。ご主人の夢を奥様も一緒に見る。で、叶える。はい。ここまでの決意力もすごいと思うんですよね。漫才やってるね、芸人で。はい、相方と喧嘩して別れたと。ピンになっちゃったと。はい、で、また漫才この子もやりたいから。自分の女房とかついてきて夫婦漫才する人いるんですよ。そういうの見るとすげえなと思う。もう漫才やりたくないでしょ。すごい。ほら橋田さんがね、あの萩本さんとこで一緒にコメディは知ってるけど、旦那と漫才師になるってなかなか厳しいでしょ。厳しいですね。すごいと思うんですよね、その愛がね。